この壺どこに置いておきましょうか。高さもありますし、船が動くときに倒れちゃわないか心配です。壺をくれたばあさんの話じゃかなり価値のある壺らしいしな。まあオイラたちが持ってても使い道もねえし、ばあさんの助言通り早いとこルッピーに変えちまおうぜ。そうですね。ん？その壺は？どうですか？よく似ていますが、本物ではありませんね。そりゃ一体どういうことだ？ここに刻印がありますでしょ。一見すると歴史あるロマ帝国の国章と酷似しているのですが、贋作に多い手法ですね。それらしく古ぼけた年代物の壺にエンブレムを刻印するんです。真贋を見分けられない人からすれば、こういう類のエンブレムは安易に新作だと判断しがちな目印ですから。へえ、そういうもんなのか。偽物ってことはやっぱりルピにはなんねえよな。そうですね。まあご足労いただいたんで、10ルピでいかがです？10ルピ？そんなもんにしかならねえのかよ。それじゃあ売っても意味ねえな。そうですね。何か使い道があるかもしれませんし、一旦持ち帰りましょうか。ちょっとお待ちください。いや、それじゃ1000ルピでどうです？お、なんだよおっちゃん、偽物なのに買い取りたいのか？じか、いや処分に困っているなら私が預かりますよという話で。その鑑定、ちょっと待ってもらえませんか？君！こんにちは。そこにいたら話し声が聞こえてきて、少し気になってしまって。姉ちゃん、誰だ？この骨董市で鑑定士をやってるの、テレサよ。よかったら私にもその壺拝見させてもらえないかな。鑑定士さんなんですね。いいですよね。お願いします。それでは拝見します。ひび割れもないし、金継ぎの形跡もない。すごい。
ありがとうございます。で、どうだったんだ？これこそまさに眼下の玉。あえて根をつけてもよいというなら。全財産を投げ打ってでも手に入れたいほどの素晴らしい、大変希少価値のある一品ね。おい、本当かよ。な、何を見てそんな。ロマ帝国の国章の刻印が模様と綺麗に重なっているのが分かりますか？これが新作である決定的な証です。原料に使われている土が粘りの強いロマの粘土だと、こうして模様と刻印がはっきりと浮き彫りになるんです。粘度の高いロマの土は特定の土地でのみ採取を許される特別な材料。贋作で再現することは不可能です。何よりもこの状態が素晴らしくて。これがそんなすごい壺だとはな。だから鑑定士の姉ちゃんもそんな嬉しそうなのか。あ、ごめんなさい、つい見入っちゃいました。皆さんこそこんな素晴らしい壺を手にされてるなんて、すごい強運をお持ちなのね。ロマで作られた工芸品はその希少性の高さから贋作は世に流通しない。鑑定士の常識では？何のことだか？それ以上は営業妨害だぞ。新作を贋作と偽り騙し取ろうとすることがあなたの商売であると？なんだと？鑑定士になろうと至った経緯には、芸術を愛する純粋な心があったはず。ですが今の鑑定を拝見するに、その心はすでに失われている。なんとも嘆かわしいことです。俺のやり方に口出すな。用がないなら出てってくれ。ほら、あんたたちもだ。あのおっちゃん、最後すげえ剣幕で怒ってたな。気を悪くさせてごめんなさい。少し言い過ぎたかな。いや、鑑定士の姉ちゃんは悪くねえと思うぜ。それにしてもさっきは助かったぜ。詐欺に遭うところだったなんてオイラたちじゃ気づけなかったしな。美しい芸術品が罪に染まらずに済んで私もよかった。あの、それで一つ皆さんの誤解を解いておきたいんだけど。鑑定士というのは皆素晴らしい作品を後世にまで大切に残したいという熱意を持って鑑定をしているの。先ほどの方のように欲に目がくらむ人もいないわけではないけど、基本的には芸術品を愛する情熱的な人たちばかりだから、誤解しないでもらえると嬉しい。
姉ちゃんを見てるとわかるぜ。ありがとう。それにしてもこの壺どうすっかな。価値があると言われてもオイラたちにはさっぱりだしよ。あ、それなら紹介したいところがあるんだけど、いいかな。お客さんを連れてきたんだけど。ん？ああ、君か。人を連れてくるなんて珍しいね。こんにちは。いやあ、はじめまして。僕はここの館長をやってます。B 君にルリア君ね。えそれで見てもらいたいものとは。この壺だぜ。うん、壺か。どれどれ。これをどこで。依頼をこなしてその報酬でもらったんです。本当かい。これは現実かい。待ってよ、すごいよ、信じられないよ。何よこれ、ありえないでしょ。かあ、ここにあるあらゆる芸術品を手放してでも欲しい。そんなにか。おっさんえらい興奮してるぜ。え？で、この壺を僕に買い取ってほしいって？あ、はい。頼めそうですか？頼むなんてとんでもない。こちらからお願いしたいくらいです。ちなみにこちらおいくらでお譲りいただけるのでしょうか。なんですと。僕霞目でして桁を間違ってしまいましたかな。1、10、100。待ってください。この壺の価値を理解してます？金額でいただけるわけないでしょう。常識で考えてください。常識で。なあ、なんでオイラたちが怒られるんだ。あの私たちにはその壺の価値は分かりませんし、必要な分だけいただければ十分かな、なんて。わかりました。ではこうしましょう。
だ同然でこんなにも素晴らしいものを手にしたとあってはこの先私の身に悲運が降りかかることは間違いない。私を救うと思って受け取ってください。あえて値をつけるなら私の鑑定もそれぐらいはつける。これでも破格なくらいだけどね。最初はびっくりしたけど、これだけあれば船の修理以外にも回せるな。そうですね、ラカムさんに言ったらすっごく喜んでくれそうです。そんなに喜んでもらえるなら紹介した甲斐があった。お役に立てたみたいでよかった。ああ、鑑定士の姉ちゃんには何度も世話になっちまったな。ありがとよ。ううん、いいの。そういえば皆さんは気空師さんなんだよね。さっきの壺も集落を襲った凶悪な魔物を退治してもらったものだとか。ああそうだぜ、これからまた次の依頼を受けに行くかってとこだったんだ。そうなんだ。そっか、次の依頼。どうかしましたか？あの、少しだけ私の話を聞いてもらえる？折り入って皆さんに相談したいことがあるの。驚かないで聞いてほしい。そのカード、とても鋭い力を感じます。ルリアちゃんはこの力を感じるの？オイラもなんか気持ち悪いぜ。不思議な人たちだとは思ったけど、この力を感じ取れる人たちに出会ったのは皆さんが初めて。皆さんが感じた通り、このカードは普通のカードじゃない。聖少獣の力が宿ってる。聖少獣の力が。皆さんに頼みたいのは、このカードを使ってある場所へ赴いて、そこで起こる戦いに参加してほしいということ。戦いって何のだ？白空戦争。白空戦争？おいおい、そんな大昔の戦争にどうやって。そこでこのカードの出番なの。カードに宿る聖少獣がこの世界の大きな分岐点となった白空戦争を記憶の中で再現してる。その歴史の分水嶺であらゆる可能性をシミュレートしてデータを集めているの。
それは一体何のためにだ？私が知っているのは、このカードの聖少獣が住む世界を構築するために必要だってことだけ。聖少獣が住む世界？いろいろ聞きたいことがありすぎて頭が追いつかねえんだけど、なんでそんなことを鑑定士の姉ちゃんが？私はある目的を果たすためにこのカードの聖少獣と契約を結んだ。力を借りる代わりに聖少獣が求めるものを差し出さないといけないんだけど、このカードとの制約で契約が終わるか目的を達成するまでは、その目的を遂行すること以外の行動が制限されて自由に動くことができない。契約に背く行動をすれば、私はカードの力によって罰せられることになる。そうなってしまえば私の目的は果たされない。だから私の代わりにカードに力を貸してくれる第三者の協力が必要なの。なんか複雑な事情を抱えてるみてえだな。私の本名はマリア・テレサ・フォン・エスタライヒ。ん？その名前聞いたことあるぞ。私の目的は奪われてしまった自分を取り戻すこと。聞いておいてなんだけど、オイラたちがそんな話聞いちまってよかったのか？鑑定士の姉ちゃん、違うんだったな。姉ちゃんの依頼だってまだ受けると決まったわけじゃねえのに。受けられないのならそれでもいい。戦争に参加してほしいなんて非常識なことを頼んでるし。とても危険な依頼だし、本当なら皆さんのような人たちに頼むべきじゃないこともわかってる。皆さんに頼むのは心苦しいけれど、誰かに頼まないと目的は達成されない。皆さんが純粋で正直で真摯だから、私も包み隠さず話がしたいと思った。皆さんが信用できる人たちだと思った上で、私は皆さんを利用しようとしているの。それが本音。その上でこの依頼を受けるかどうか、皆さんの判断に委ねたい。
こっちだ。召喚します。軍師さんたち本当にすごい。記憶の中とはいえこれは白空戦争なのに。不思議な人たち、普通あんな風に言ったら協力しようなんて思わないのに。嘘のないまっすぐな人たち。これでデータは集まりそう。いい人たちと縁ができてよかった。私の運命もまだまだ捨てたものじゃないのかもしれない。お飾りの無能な皇帝、そんな評判で持ちきりだって。欺瞞に満ちた議会が牛耳る今のあの国がどうあるかなんて。迷わないって決めたんだ。私は私の役割を全うする。巻き込んでごめんなさい。せめて怪我はしないで。私があるべき立場を取り戻して自由な身になれたら。必ず皆さんの優しさに報いるよ。ありがとう。私の名前はマリア・テレサ・フォン・エスタライヒ。あまたの国を統治するロマ帝国の女帝だった。男系相続が習わしだった祖国で、3年前父である先代の皇帝が崩御。父には男子の跡継ぎがおらず、上司の私が14歳にして数多の国を統治する帝国の領袖となった。物心つく前に母は死に、唯一の肉親である父からは不正愛の代わりに帝国を統治する術を叩き込まれ、幼い頃からあらゆる芸術品、美術品、書物、舞台に触れさせられ、私の鑑識眼はその時に培われた。本物を知れ、偽物になるな。それが父の口癖だった。
テレサ様もお年頃、そろそろ伴侶を迎えることをお考えになると良い頃合いかと。それは素晴らしい提案でございますな。伴侶？先の縁組では婚約者候補だった第一王子が病没したとあって、慎重に会議が進められておりましたが、この度第二王子が。いいえ、友人子、私は結婚する相手は自分で選ぶ。政治的戦略なしに純粋に愛を育みたい、母様のように。記憶の中の母は父と結ばれ、笑顔を絶やさず幸せそう。だから私はそんな母に女性として憧れを抱き、母と同じ恋愛結婚を自身にも望んでしまったのだ。その感情が自分の人生を狂わせることになるとも知らずに。今日もまた抜け出してこちらへ。おてんばなお姫様ですね。あなたこそこんなところまで入ってくるなんて、この衛兵が知ればどうなることか。そう申されましても、私にはその危険を冒してでもお会いしたいお方がおりますから。え？あれ、その反応、あなた様のことだと思われたので。な、何や、別に何も言ってないでしょ。ふふ、恥じらうお顔も素敵ですね。本日もお会いできて感激の至り。皇帝としての矜持も踏みにじられ、日々の生活を奪われ、芽生えた恋心を慰める術もなく、
私は獄中で憎しみに溺れていった。いつかこの屈辱を晴らし裏切り者に復讐をするという執念だけが当時の私の生きる気力となっていた。テレサ様、テレサ様、お気を確かに。テレサ様、シャーロット、知らせて、お願いだから、もう生きていたくないの。テレサ様、あなた様こそ世界に愛されるべきお方。このようなところで終わりにしてはなりません。おそばでお使いできて幸せでございました。過ぎた幸福をありがとうございます。シャーロット、私の可愛い娘。
幸せに生きて。名はジャスティス、正義を司る者。あなたがシャーロットを。彼女が死を選択したのは彼女の意志だと。あなたも見ていました。あなたはシャーロットの何？突然現れて何なの？シャーロット・フックス伯爵夫人、彼女は私の契約者でした。正義への忠誠を誓った一人です。契約者？何？待って、あなたの言っていることがわからない。シャーロットは死んだの？契約者は死にました。よって我が身は新たなる拠り所たる新たなる正義を求めます。何？正義？正義とは魂、己が信じる正しき道を貫く覚悟を示しなさい。その道がいかなる悪路であろうとも、私は汝のそばに寄り添い、力を預け、その正義を見届けます。何時、正義への忠誠を誓いますか？シャーロットは死んだ。テレイも、あの人も、家も、国も、民も、私には何も残されていない。テレサ様、あなた様こそ世界に愛されるべきお方。このようなところで終わりにしてはなりません。契約を終わらせて、私が新たな契約者となるよう、この場所から逃げる手段を作った。私にこの力を残した、自分の命と引き換え。
なんて、どうしてよ。こんな状況で一人ぼっちにするなんてひどいよ。プラムはシャーロット私の前で死ぬ罪は重いんだから、私があの世に行くまでどうしたら私のご機嫌取りができるかずっと悩んでなさい。いいでしょう。私は私の正義に忠誠を誓う。そのために力を貸してもらうから。契約は結ばれました。汝の正義、見誤ることなかれ。死んだと思っていた母は確かにそこにいた。母が生きている、その驚きと喜びに身震いしそうになった時、無情にも私の感情は握りつぶされた。あなた、いや、来ないで、近づかないで。母は現れたのが妹ではないことを悟ると怯え出し、ヒステリーを起こした。そ
として私と父と帝国への恨みつらみを吐き出したのだった。あなたが生まれた時は誰もが喜び祝福したわ。けれどあの子がお腹にいることが分かると空気が変わった。嫌なものを見る目で私を見た。双子は縁起が悪いとされる古い慣習の名残か、宮廷呪術師は妹を忌み子と呼び母から引き離したという。父は妹を救おうとはしなかったらしい。国を第一に考える父にとっても女児の双子は厄介な問題だったのだろう。それから母は妹を守るため城を追われる形で教会へ移り住んだそう。私に母は死んだと言い聞かせたのはそういう事情だったようだ。私はあの子と二人つつましくも懸命に生きていたのよ。とても幸せだった。けれどその幸せはあの日訪れた皇室の使者によって無残にも壊されてしまった。事情も飲み込めず訳のわからない間に妹は連れ去られ、母は追うことを許されなかった。母はその出来事で心を壊し、その怒りの矛先を私と父に向けたのだ。あなたがいなければあの子はあんな辛い思いをしなくて済んだのに。何も知らずみんなに可愛がられ国に祝福され誕生したあなたが憎い。あなたがいなければ、あなたなんか産まなければ。それぞれ生まれ持った役割があるものです。あなたという歯車はとても大きい。あなたが役割を違えれば全ての歯車が狂い出す。それを正せるのはあなただけ。ご自身の役割を今一度よくお考えになると良いでしょう。私はあなたの正義と共に。ジャスティスの言葉は私に重くのしかかった。私はロマ帝国を守るために生まれた。それが私に与えられた役割。母に恨まれ妹を陰に追いやった。全ては帝国の繁栄のため。そこに私の価値などはない。周囲の期待、父の教育、慣例の遵守、
ソくらい。そんな風に言えたなら、この時の私は少しは救われていただろうか。気をつけろよ、ここは足場が悪いからな。この気配は来ます、戦勝獣です。少し昔話をしましょう。ロマ帝国、先々代皇帝崩御の後、皇帝の弟でありましたカール6世が帝位を継承しました。皇帝は実直でありながら豪快なお方でした。頂点に立つ者の器を備え、掲げる正義は曇りなく、正義への忠誠の誓いを立てずとも帝国の繁栄にかける意志が揺らぐことはありませんでした。しかし皇帝は男児に恵まれなかったのです。国を守るために必要だった男児を残せなかった皇帝は、長子であるテレサ様に帝王学を学ばせました。幼い頃から頭角を現し、鑑識眼を持つテレサ様の成長ぶりを頼もしく思う一方で、皇帝は不治の病を発症します。床に伏せるようになり、テレサ様の継承権を諸外国に認めさせようと奔走するさなか崩御しました。その時、私と皇帝の契約は終了します。皇帝たるテレサのそばで、テレサのために全てを捧げてほしい。死の直前、皇帝はテレサ様好きの次女シャーロット様を呼びつけ、その言葉を残して逝去されました。議会で叙勲が認められたのは、くしくも皇帝の崩御の直後のことでした。シャーロット様はその言葉通りの忠誠を誓い、私と契約を結びました。私と誓う正義への忠誠は、契約者が心から願うことでしか成り立ちません。シャーロット様はテレサ様の世話係に任命されて以来、赤子の頃から常におそばに寄り添い、テレサ様の母親代わりとしてたくさんの愛をテレサ様に注いでいました。私も契約が始まった頃から常におそばでテレサ様の成長を共に見守ってきました。
ですから、シャーロット様が獄中で正義を貫くために自害された意味も理解できるのです。巫女を設けられなかった自分の運命を恨まずに済み、シャーロット様もお幸せだったと思います。愛情を持って接しない限り、人はテレサ様のように純粋すぎるほどまっすぐに成長できません。偽りのない愛を受けられ、大切に育てられた証拠です。そばで見ていた私が申しているのです。何よりの証拠でございましょう。もしかして母様のことで私に気を使ってるの？心配しなくても大丈夫。シャーロットが誰よりも私の味方でいてくれたことも、愛情をたくさん注いでくれたことも知ってる。血のつながりとか抜きにしても、私はシャーロットが私の母親だって思ってる。ただ誰かを責められるわけじゃない。みんな自分の信念に従って懸命に生きてきただけ。私にはその覚悟が足りなかった。与えられた役目があるのなら、私はその役目を全うしたい。だから私は皇帝に戻る。もう道を間違えたりしない。その後にね、きっと私の人生は開かれていくと思うんだ。だからちゃんと見ててね、シャーロット。あの時はあなたの言葉がなかったら乗り越えられなかったな。ジャスティスはどこかシャーロットに似てると思う。ずっと一緒にいると似てくるの？父様に似てるところはなさそうだけど、理由がどうであれ、私のそばにいてくれてありがとう。これからもよろしく。キクーシさんたちと出会えて、私にもあなたにもいい風が吹き始めてると思うし、テレサ様。ん？何？歴史の分水嶺のシミュレーションは先代皇帝と契約していた時期にほぼ終え、データは揃っております。え、そうなの？じゃあもうキクーシさんたちが戦争に参加する必要はないってこと？でもなんで急に今になってそんな話？あと一つだけ足りないデータがあるのです。そのデータって？シミュレーションの中で強者が死ぬケースです。強者が死ぬケース？歴史を動かすほどの強者が不慮の事故で亡くなった場合、その後の歴史にどのような影響を及ぼすのか確認するための。それってキクーシさんたちに死んでもらうってこと？
メ、そんなことさせない。導きなさい。この落石は、皆さん、もういいの。戦争は放棄して。お、あ、姉ちゃんじゃねえか。こんなところで何してんだ。いくら記憶の中の戦場だからって危ねえぞ。私の話を聞いて。お願いだからもう逃げて。落石の届かないところまで早く。どういうことですか。早く。うわ、今度は剣が降ってきやがった。大丈夫ですか、テレサさん。来てはダメ。今すぐ離れて。正義の秤が傾きました。己が正義を見誤りし哀れな子よ。正義の名のもとにあなたの罪を裁きます。我が名はジャスティス。契約者が行使せし正義のもとに契約者の断罪を執行します。
なんだよお前、突然現れて何しやがる。構えろ。汝の計りを見せよ。これが魔女の技よ。クセになっちゃうかもね。おしろきひたおぞ。水色の美少女が癒してやる。トコボカリーン。結構痛いですよ。調子はどうですか。書くのはいいかしら。呼ばれて飛び出てパタパタパタ。ダメ。それ我が剣は力の象徴なり。我が剣輪は聖者を図る正義。ダメダメ。いい風が吹いてる。戦いで記憶の世界から追い出されちまったってことか。正義は魂に宿るもの。貫けぬ正義を掲げた魂から彼女の罪を断ちました。断罪の儀は滞りなく。お前ジャスティスか。姉ちゃんはどうなったんだ。おい善良なる強者たちよ、あなたたちはいかなる正義をその胸に宿す。掲げた正義を見誤ることなかれ。やあやあ、待ってたよ。こんにちは。坊ちゃんだったのか。オイラたちを名指しで依頼なんて珍しいとは思ったんだ。だってこれは信用できる人にしか頼めない依頼ですからね。で、オイラたちは何をすればいいんだ。皇室に献上する物品の護送と要人の護衛をお願いしたいんです。
あんなに大事にしてたのに、相手が皇帝だからってただであげちまうのかよ。いいえ、そうではないですよ。あるべきところへお返しするんです、すべてをね。ん？館長さん、その用心さんっていう方はどういう方なんですか？ああ、それはもう着くはずなんだけど。皆さん、お久しぶり。ふにゃ、テレサさん、ようやく会えた。ずっと探してたんだ。それはこっちのセリフだぜ。無事だったんだな。余計な心配かけちゃったよね。あの後、私はジャスティスの力を失って自力で生きていくしかなくて。表立って皆さんを探すこともできなかったんだけど、ようやく最近、館長を通じて皆さんと会える手立てを探せたの。そうだったのか。今ジャスティスのカードはこいつのカバンにあるぜ。いつの間にか入ってたみてえで不気味だったんだけどよ。姉ちゃんを探す唯一の手がかりだったのに、何も答えてくれなかったんだぜ。そうだったんだ。私のためにいろいろ考えてくれてありがとう。それでね、また今回も皆さんの力を貸してほしいってお願いになっちゃうんだけど。接触ったってどうすんだ？そんな簡単に越権できる相手じゃねえだろうし。実は私、皇室と縁深い家系の出身でして、昔から芸術品のお披露目会などを定期的にやらせていただいてまして。今回も正規ルートで皇帝直々の招待状を賜っておりますので、何も問題なく乗り込めますね。乗り込むって？無茶な依頼でごめんなさい。でも私は一度妹に会って確かめたいの。彼女の心を知りたい。皇帝の座が重荷なら、穏便に立場をすり替える手立てを考えたい。皇帝の座を譲らないというなら、私は妹と対立することになる。どっちに転ぶにしても、こ
この問題は私と妹でしか解決できない。だから一度接触したいんだ。だからお願いします。皆さんにしか頼めません。無理を承知でお願いできませんか？もちろんです。テレサさんの事情は分かってます。私たちもお手伝いします。皆さんありがとう。テレサ様、ジャスティス。あの日正義への忠誠は破られ、テレサ様が掲げた正義を断ち切るため断罪の儀を行いました。その後私は新たなる拠り所を気空師様と定め、そばでその機を見計らっておりました。ですが新たなる契約を結ぶことができません。新たなる拠り所を必要とせず新たなる契約を結べない。これは未だテレサ様の契約が切れずにいると考えられます。やっと出てきたと思ったら自分の話かよ。おい、ジャスティス。オイラはお前がオイラたちを殺してデータを集めようとしたことを許してねえぞ。ちゃんと説明してください。あなたの目的が分かれば許してあげなくもないかもしれません。それは私も知りたいと思ってた。あなたの契約云々の話の前に知っていることを全て話して。あなたたちアーカルムシリーズと呼ばれる青少女たちの目的を。私を含めアーカルムシリーズの全ての青少女はワールドにより作られました。もともとは別の青少女だったのです。そして皆白空戦争で果てています。その朽ちた体からコアを取り出して現在の姿へと再構築したのがワールドです。ワールドに作られた我々はワールドには抗えないようプログラムされています。データを集めるというのはワールドに指示されていたものにすぎません。そのデータは何のためなんだ？お前らが住む世界のためにとか言ってたけど。ワールドが目指すアーカルムシリーズのためだけに存在する新世界を創造するため、次に白空戦争のような大きな戦いが起こった時に必ず私たちが勝利を収められるようあらゆる可能性をデータとして持っておくため。恐ろしいことのために私たちは力を貸していたんですか？あのジャスティスをかばうわけじゃないんだけど。ジャスティスは本当はそんな世界を望んでいないと思う。え？結果としてそういう風に見えちゃうのは当然だとは思う。
けど、あの時私を本当に殺して解放することもできたはずなのに、ジャスティスはそうしなかった。私がジャスティスと結んだ契約を、心に掲げた正義への忠誠を断ち切ることで解放してくれようとしたんでしょ。あの落石だってジャスティスの精神世界なんだから、いくらだってやりようはあった。けど、そうしなかったでしょ。ずっと一緒にいるんだから、わかるよ。ジャスティスの空気はなんか、シャーロットに似てるんだもん。もともと、そのワールドとかいう聖少女の命令なんて聞いてないんでしょ。父の代でデータを集め終わってるのに、ワールドの元へ帰っていないのが何よりの証拠だと思う。気空師さんや私を殺せないのに、全人類を殺して新世界を作ろうなんて、ジャスティスが考えられるわけない。何よりもジャスティスは人が掲げる正義をよりどころにしてこの世界に存在しているんだから。そうなのか、血も涙もないやつかと思ってたけど。はあ、正義こそが私の存在意義でありよりどころです。それ以上でも以下でもありません。なんか姉ちゃんとジャスティスの間には不思議な絆ができてんだな。ジャスティスに命じます。我が正義をよりどころとし、我が正義のために常に寄り添い、力を貸すことを誓いなさい。誓いましょう。これにて正義への忠誠の儀、滞りなく。大儀でありました。何事だ。敵中を確認、退避を願います。皇帝を守るぞ。そのためのオイラたちだぜ。こちらへ。私がお守りします。さあこちらへ。ありがとうございます、マリアンナ。え？あなたの気持ちが知りたい。できるなら穏便に一度話をする機会を作って。この
ちゃん、校庭はこっちだ。早く落ち着ける場所へ連れて行ってあげてください。護衛ご苦労、ここからは我々にお任せを。さあこちらへ。さあ私たちも行きましょう。ふい、これが気づかれってやつか。魔物退治よりも疲れたぜ。すごくドキドキしましたね。姉ちゃんは妹とちゃんとお話できたのか？うん、皆さんのおかげで作戦は成功。協力どうもありがとう。妹さんはなんて言ってたんですか？あの一瞬じゃ会話はできなかったけど、私のことはあの子に伝わった。今後妹がどう出てくるかはわからないけど、まずは様子見かな。どういう反応をしてきても定位は妹には譲らない。もちろん結婚相手にも。だって私はあの国を守るために生まれてきたんだから。そうだよな、そのためにこんな危険を犯したんだ。ちゃんと皇帝に戻ってもらわねえとな。当然。はあ、テレサさんが笑ったの初めて見ました。優しくて穏やかな方なのは知ってましたけど、いつも笑顔が見られなくて残念だったので。ありがとう、ルリアちゃん、 B さんも、キクーシさんも。皆さんに出会えたから、また私の運命は動き出した。この出会いにとても感謝してる。そこでね、もう一つお願いがあるの。お願いですか？またかよ！次はどんな危険を犯せって？あのね、皆さんの旅に、私も同行させてほしいんだ。え？目的を達成するまでの間、何が起こるかわからないし、死角が現れるかもしれない。私には戦いの経験はなくて、情けないことに自分の身を守る術がない。だから皆さんの力を貸してほしい。ダメかな？嬉しい。ずっと一人で生きていくんだって思ってたから、夢みたい。お世話になる代わりにあらゆる面で役に立ってみせる。最初は至らないところとかたくさんあると思うけど、一日も早く役に立てるよう頑張るから、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。姉ちゃんは目利きだから、掘り出し物とか見つけるの得意そうだよな。
任せて、張り切って探すから。よろしくお願いします、テレサさん。よろしくな。私の名はマリア・テレサ。奪われた自分を取り戻すため、私は私の正義に忠誠を誓う。